秋元園芸さんで買った桂姫っていうもみじの琴姫の品種の葉がもっと小さいやつ、琴姫の枝代わりですね、枝代わりっていうものなんですけど、一個調子を悪くなってしまって、こっちが普通、ただ 3,4 本抜いたんですよ、はい、でそしたらちょっと葉が大きくなった、あまあそうですよね、うんはい、っていう感じで、でこっちのやつは他の木は大丈夫だったんですけど、これだけなんか水があれ足りないみたいな形になっちゃってたんですけど、おそらく車の中に乗せてたから、あじゃあ蒸れたんですね、うんはいはい、かなと思ってます、はいはい、調子が悪くなってます、バカチュリチュリになって、うん、なんと細かいですねそうなんですよ、このぐらいの葉の小さいやつって知ってますか？いや初じゃないですかね、あ本当ですか、やっぱ珍しい、珍しいじゃないですか、うん、人気出るかな、出るかなだからそんなに数が増やせないらしくて、あ弱そうですもんね、うん、なので、まあ、これ増やしたいっていうのがあったんですけど、はい、今はこいつの受精をあげたいあげたいっていうことでちょっと相談になるほどね、まあ鉢こっちはちょっと一旦緩めて受精あげますかね、あちょっと素焼きとかに、そうですね、植え替え、一旦植え替えてあげて、なんか葉は取った方がいいんですかね、葉チリチリのは取った方がいいです、ね、あチリチリのはそうですよね、はい、こういうのはまあ取れちゃうんですけど、生きてるのは残しておいて、で、まあ、自然に落ちるようならそれに任せてもいいし、うん、これから植え替えたりするんで心配だったら全部取っちゃってもいいし、ただ弱い品種だから残しておいた方がいいのかもしれないですよね、こっちはどうしましょう、こっちはまあちょっと伸びてるとこつまんでまあいいんじゃないですかね、うん、まあ、もうちょっと綺麗な土にするか鉢変えるか、うん、なんか元気なんでね、こっちは。そうですね。琴姫の枝代わりだった。そうです。琴姫か。これはどうしたの？水切れか？なんだ？なんか調子悪くなっちゃって。まあ、車で入れたから濡れかもしれない。あ、濡れたかもしれないね。多分そうですね。見たことないですか？この。葉っぱちっちゃいのね、やっぱね。琴姫よりも葉がちょっと小さい。小さいわね。そうですね。うん、珍しいんだ、これ。どこで買ったんですか？秋元園芸さん。ああ。これをとりあえず入れてやるっつっまあじゃあこうなった時はこうってするか、はいはい、おそらく水切れなんだ、水切れか蒸れでしょうね、蒸れかね、まあ元の芽がみんなちゃんとあるんで元気に吹いてくると思いますけどね、うんはい、例えば 1,2 時間ぐらい車の中に入れてたんですよ、あ暑い時だとちょっと蒸れてる、ダメですね、多分それが原因かな、ただそのもう夕方だったんで、ある程度大丈夫かなと思ってたんですけど、窓も開けて怖いですね、今ハームしてますけど、はい、この後でまた新芽が出てくるとまだうどんこ病がかかりやすいんですよね、はい、ちょっと葉っぱ弱いんでちょっとお薬を、1週間か2週間に1遍ぐらいかけてあげると予防になりますからね、もみじっぽくないですね、もみじっぽくないですね、もみじっぽくない、確かに物珍しさで買うんですけど、多分もみじの好きな人、葉が小さいのが好きな人とか、はいはい、結構欲しいんじゃないかな、うん、ただ形が作りにくいっていう、はいはいはい、葉が多すぎて、はい、っていうのがちょっと思ってたんで、まあ、なんか どうカッコつければいいのかなっていうのをちょっと本来聞きに来たんですよね、はい、切り込みでどのぐらい枝が増えてくるのかとかちょっと分からないんでね、ーはーはー、やってみないことには、そうですよね、うん、結構芽吹きがいいんだったら切り込んで作り込んで、うんうん、小さくも大きくもできるでしょうけど、あんまり枝細いと冬場に枯れやすかったりね、結構いろいろなものがありますから、やっぱり体力的な面、いや室みたいなの入れといた方がいいんですか、ね、いやこのぐらいだと入れといた方がいいと思います、ね、はい、お茶みたいな葉っぱのしおれてはい、まあこんなもんで、こういう先っちょの飛ばすよね、はい、ちょっと見た目的にもなんで切っとくと芽吹いた時に分かりやすいんでね、なるほど、はい、枯れちゃったなって思ってるいや結構でもこのまま放置してたら危ないんですか、このまま放置してたら要はこの土がもうダメだと思うんですよ、うん、根っこがもう、はあ、この新芽が枯れた分の若い根っこたちがだいたい傷んでますんで、このまま管理しようとすると水やりを結構気をつけなきゃいけないんですよ、なるほど、はい、あんまりべちゃべちゃにしたら今度は根腐れしますし、はい、死んだ根が腐り出すんですよね、はあ、生きてれば大丈夫なんですけど、植え替えて傷んだ根を取ってきれいな土に入れて、これから出てくる根っこが元気に育つように、腐るとね
有害なガスが発生しだしね。土の中、鉢の中。鉢の中でも、そのガスがあるともうあの発根が悪くなっちゃって。そうなん、そうなんですよ。それなんでよく乾か、昔は乾かし気味にしろと。そうするとあの土の隙間からガスが出るんで。なるほど。あと水もやるときはたっぷりやれっていうのは水で押し出すっていう意味もあって、乾かして水、乾かして水っていうのが一般的だったんですけど、まあ、鉢広げちゃえばそれだけ。なるほど。手間が減ります。止めが特殊です。あ、そうですか。簡単に止まってる。うん、太いので引っ掛けた。へえ。いろんな止め方がある、ね、こうやって止まってただけ。へえ。これ見たことないですね。ないですね。まあ簡単でいいんじゃないですか。ちっちゃいものなら。なるほど。やっぱ数やるから。数やるから。根は結構でも、張ってたんですね、やっぱりね。で、五道に鹿沼が入ってるのかな、まだ腐り出してないですけどね、タイミング的には良かったんですかね。タイミング的にはいいと思います。この植え替えの時期じゃない時にこういう状態になってたら、はい、やっぱ植え替えないですよね。植え替えないで、まあ、根っこいじないでそのまま広げるだけでもいいですし、崩さず大きい鉢に。そうですね。傷んでる根っこさらに傷んでもね、ないですし。まあ、慣れてる人ならもっと崩して、ちょっと切り込んで植え替えても大丈夫ですけどね。人のところで買ってきたやつとか、ちょっと様子見ないとどう植わってるのかがあるので、ちょっとチェックしながら。ちょっとまあでも、ぐずっとしてるとこもあるんで。ゆるい。ちょっとゆるい、ね。この時期の生きてる根っていうのは、こう、ね、白もそうですけど、ちょっとオレンジ色っぽいっていうか、なんですけどね、ちょっとこう黒っぽくなってきてるのがしっかりしたやつなんですけど、それがちょっとすぐ取れちゃうんでね、ちょっと傷んだ根がありますね。これあんまり根を崩さず。そうですね、でも土は変えた方がいい、そうですね。様子見ですよね、とりあえず、あんまりひどかったらもうもっと水で洗ってね、流しちゃってとかやりますけど、そうでもないんで、根っこしっかりしてるんで、上のドロドロしたとこだけ取ってあげて、夏場暑さにやられた木も同じ、こういう暑なんか日向に大きすぎてちょっと枯れちゃう、まあ、そういうのはもう本当めんどくさかったら本当にドパチに抜いてボンでいいんです、それぐらい大事ですよね。じゃやっぱ方法としては同じ、同じですね、まあ、ここまでほぐさなくてもいいし、じゃ あ水が足りなくて調子悪くなっちゃったっつって水をたくさんあげるっていうのはあんまり良くない。そうですね、まあ、そのままあげますとねってことですよね、まあ、ちょ長いんで切りますからね、まあ、根っこ元気ですね、素焼き鉢ですね、ダウン鉢、まあ普通にちょっと5度土粗めの切って、まあ、細かいから細かい土を下で商品用の赤玉で、もっと細かくてもいいかもしれないですけどね、ちょっと、とりあえず止めませんので、この人を、親木として増やしていきたいと、なかなか少ないらしいので、まあ、一応まあ根っこ崩してないからそれなりにつくだけで大丈夫ですけど、ある程度崩したら根っこの間に土が入るように、しっかりとつついて、乾きが心配なら水苔張るなり苔張るなり、まあ、あとはいきなり日向に出さないことですね。植え替え後は半日陰、もしくは日陰でもまあいいですけど、日陰すぎてね、もやしっぽになっちゃってね、なるほど、また病気が出やすいっていう。なんかよく午前中だけ日が当たるといいって言いますよね。そうですね、とりあえず水あげて、復活してほしいな、まあ、根元だけちょっと水苔巻いておきましょうかね、念のため水苔のカスですね、これを根元にです、乾きの防止、乾き防止ですね。崩した分、全面張るより
真ん中だけでいいと思うんですけどね。はい、はい、ありがとうございます。水の通りが分かりやすいからこんな感じでやっておけばよく乾くし水も持つし、うん、元気になるでしょう。はい、はい、肥料はやんない、やんない方がいいですか。はい、1ヶ月ぐらいは。1ヶ月、はい、はい、まあ、やるなら液体肥料薄めに、葉っぱとかにかけてあげる方が、はい、根っこは傷んでますんで。あ、そうなんですね。はい、ね、結構もう枝が硬いんですね、しっかりして。あ、そうですか。細いのに。モミジだと、まあ、芽摘みとかするじゃないですか、はい、これもうよく分かんないじゃないですか、芽摘みって言われて。まあ伸ばして切るでいいんじゃないですかね。伸ばして切る。みんな伸ばした後の脇芽にみんな芽が来てますんで。はい、芽があったり、もう吹いてるところもあります、はいはい、まあ、小さくするんだったらもうそういうところ見てブツブツ切っちゃって、はい、で残りを刺していく、うん、まあ、この程度でつくかどうか分かんないですけどね。なるほど。じゃあもうほんとハサミ作りで十分じゃないですかね。十分、はい、だから小さくは作っ小さくは作りやすいですね、っていく感じですよね。はい、硬いな。硬い。針金かけながら、うん、これはこれで作って挿し木してみますか。はい、はい、結構多分枝が多いからか分かんないです、葉が多いからか分かんないですけど、はい、こう枝がなんか変な方向に伸びてくるんですよね。そうですね、うん、勝手に伸びてるって感じですね。そうそう、変な方向に。であんまりにもちょっと不自然なやつは取っちゃったんですけど、はい、それでバツバツ切っちゃいますね、はい、とりあえず刺しほとりで。やっぱ芽が多いから、はい、こうどんどん切り詰められるっていう。どこで切っても大丈夫でしょうね。すごいちっちゃくなった。刺すんで揉んでいいでしょうかね。歯を噛んじゃいそうですよね。そうですね、まあ、噛んだら噛んだらいいね。とりあえずこんなもんでいいじゃないですかね。そうですね、かなりでもちっちゃいですね。いつぐらいですかね、植え替え。ちょっとドロッとしてますね。してもいいぐらいですよね。してもいいですよね。ちょっともうちょっとちっちゃい鉢にこれは植えた替えておきます。そうですね、うん、はい、でこんな感じでこっちに刺し穂たちつくかな、ね、これちっちゃい、ちっちゃいしちゃうね。まあ葉っぱをちょっと減らして、はい、刺し穂準備を。刺し穂は葉は少しにしておいた方がいい。そうっすね、まあ、土に刺さる部分を確保しないと、うんうん、もみじの挿し木とかすると、はい、結構大きい葉ついてる時もあるじゃないですか、はい、その葉は例えば葉切りした方がいいのかなとかよく、まあ、枚数によるんでしょうけどね。ああ、枚数あんまりつけてても乾いちゃうし、うんうん、なさすぎても今度は根っこが出づらかったりやっぱりね。じゃあ、ね、何、まあ、大きさによるか、ね、大きさによって 2,3 枚とか5枚とかね。あんまりでかければやっぱ歯切りして、はいはい、うん、調整したりしますけどね。葉っぱで栄養を作ってね、うん、その栄養で根っこ伸びるからやっぱりね。葉はないとある程度あった方が、うん、目安でもなりますよね。あ、なるほど、はい、まあ、この時期はね、葉っぱがついてる時期だからですけど、うんうん、春先芽が出る前とかだったらね、もちろんついてないんでね。そうですね、うん、水ゴケを入れるんですか。混ぜてる。へえ。細かい土がなって。ああ。これも細かいですけどね。これも一応、まあ、商品用の硬質ですけどね。もっと小さいところ。先に濡らしておいた方がいい。ね、カヌマ土でやってたんですよ。カヌマでもいいですけどね。カヌマの細かい方がいいですけどね。なるほど。カ
春間、水持ちも通気性もいいんですけど、はいはい、乾かすとね、ちびこ水だけ。水持ちいいんですね。水持ちいいですよ、一回寝れると、うん、春間なんかは。あー、染みるまでが、そう、染みるまでに時間かかっちゃって、あと浮いちゃうでしょ、なんか、はいはいはい、乾かしちゃうと。あー、で、春間ちょっとアルカリ性というか、酸性というかね、そのペーハーっていうんですか、はいうん、ちょっと強いんで、穂が腐りづらいっていうのがですね、やっぱりね。へえ、もう科学というか、ね、穂がね、こう切り口から腐ってくるとつかないんで、はい、へえ、3、4、5本、まあ5本ですか。へえ、ナイキイチ。あ、発根剤使えばよかったかな。まあいいや、うん、1個だけ使っておきましょうか。それの見たことない。いや、発根はリボピダンデーですけど。リボピダンデーをオキシベロンの薬ですね。へえ、粉、うん、粉、はい、粉体で。うーん、これ1個だけついたら面白いですね。どれかがで、ちゃんと参りをしてあげるね。はい、この材も正直効果がよくわかんないですよ。なくてもつくじゃないですか。つくのはつきますけど、ね、はいはい、つきづらいやつの方がわかりやすいですよね。あ、そうですか。桜とかそういうね、腐りやすいやつとか、うん、やっぱりどうしてもね、ホルモン剤なんで部分が少ない木に足してやる感じにした方が。あ、そういうことなんですね。しだれ桜とか。じゃあこれが挿し木がつきにくいっていうのはもう、そのそういうものが関係してるんですかね。ホルモン的なものもあるんじゃないですかね。植物ホルモン、そうですね。ただ挿し木用にこのオキシベノは オーキシンっていう、はい、ホルモン剤ですけどね、はい、うん、光合成すると作られる物質です。葉っぱで作られて根っこに行くね。詳しいですね、やっぱり。でこれで、そうですね、増やして、はい、で挿し木は直接刺さないことね。直接刺さない、土にブスって穴開けてからやった方が、あ、いいんですか。一般的にはつきがいいですね。よくピンセットでこうつまんでこう。さあ、それも大丈夫です。あ、これも大丈夫、はい、こうやってね、保護してあげる。うん、傷口が細胞ぶつぶれる。あピンセットもあんま強く握りすぎるとそう潰れちゃったりするので、じゃあ刺した方が安全です、はい、特に細い木とか柔らかい木とかは、うん、勉強になります。はい、まあ、こんなものですね。こんなところですかね。よく密着させることね、はい、土が。で今日はこれの培養と、まあ、ガレタ木の、まあ、培養群れですかね、はい、と挿し木していただけたというような形でした。桂姫という品種でした。はい、小田さんありがとうございます。ありがとうございました。出てるよ、高山さん。偽物もあるようだよって。偽物。これですよね。はいはい。これがまあ、これは押してるからはっきりしてるわけね。はいはい。このマークもありましたよ。偽物。はいはい。ただここまではっきりとは押せてなかった。うん、出てないですね。これは富士山マークないから結構古いんですわ。うんうん。要はネットで、祝報の偽物は、まあ、あの出てましたね。出ていたということで、うん、はい、一応注意喚起、ね、注意喚起ですね。そんなには出回ってないと思う。もう、うんうん、購入するときはちょっと気をつけましょうっていうことですね。特に色、織ではね出てないから、はい、それは大丈夫なんですけど、ルリ色、うちでもほらルリないでしょ。あそこに1個あるだけだけど、織部が人気なんであんまりルリは作ってないんですよね。これね、これルリはどんな作家が作っても間違いなくこういう色に上がるんですって。ルリでもこういうはっきりしたルリじゃなくてルリっぽいのもありますよね。なるほど、うん、ちなみにその偽物だってどういう風にして分かったんですか。ね、土目がちょっと違う。土目、うん、これ今白っぽいでしょ。そうじゃないのもあるけどね、うん、うんうん、こういう色でもちょっとくすんだような色だったのかな、はい、使ってやっぱ重さとか、これ四角って軽いんですよ、はいはい、軽いんだけどやっぱり偽物はちょっと重かったね。うん、やっぱり土が違うから。要はその落款が、うん、はっきりしてないと。はっきりしていなくて、うん、土が違う。そうですね。ということで、ただ宿坊の落款は見ればね、ちゃんとついてますから。はいはい。うん、さんどのくらい作ったか、部品的にはね、出回ってそれあれもあったけど、うん、最近はほとんど見られなくなりました。なるほど。持ってる人は持ってるんでしょうけどね。売りに出すかそういうことは。ないのかな。なるほど、うん、じゃあちょっと購入の際はそう、まあ
まず間違い、あの、四国ですけど、うん、時々あるようですよね、だからまだね。わ、うん、かりました。はい。じゃあ、お気をつけください、はい、ということですね。はい。はい、ありがとうございます。